30秒しかないからあんまり時間割けないですよね。まあそうなんだよね、うん、あの9回の癖でやってしまったから時間なくなっちまったから最後、うん、そうそうそうゲーと思って、あ、変えましたね。じゃあいきますよ。これあれです、神崎さんの作ってるチームのこのキャラクターの名前とかってなんか法則があるんですか？え、もう自分でオリジナル作ってます。東北ズンコテ。ああ、そういう系か。そういう系です。うん、でなんか多分元があるんだろうなと思って。ああ、マジか。元ありますよ。これは元ありますよ。東北ズンコ分かった。うん、それ昨日が分かんなかった。昨日さん、昨日さんはオリジナルですよ。これもオリジナル？これはありますよ。どっかのアニメ？いや、ボイスロイドです、これ。あー、ボイスロイドなんですか。あ、やべ。よし、はい、ピッピさんいらっしゃい。あのね、これゆかりさんだね。おー、あー、なるほどね、はいはいはい、うん、うわー、おー、マジか、ちょっとマジか、嘘だろ。うわー、させー。あー、無理か。うい、危なかった。よかったよかった。ふう、慌てた今。いや、でもいい見せ場を作りましたね。うん、クイムさん、連投かよ。絶好調だったんで。またそんなことしてるから、あの、球筋読めてしまうんだよ。はい、クイムさんいらっしゃい、クジェットね。あー、クイムさんいらっしゃい。今日、クイムさん、出てますよ。あ、タイミング合わねえな。エースだよ、エース。絶好調か、神崎。もう、なんか、ボー。お酒神になってるけど大丈夫か、クイムさん。はい、クイムさん、お酒神になってるけど大丈夫？大丈夫だ、問題ない。ごめんなさいね、クイムさん。あとで直す、それは。じいさんだーって久しぶりですよね、皆さん。今日ね、クイムさんに押し込まれたんだよ。このチーム俺らんな。いやね、できるだけね、別に自分でチームを持ってる人は入れないんですよ、基本的に。あ、そうね。やっぱり対立してる以上はやっぱ同じチームにいたら変だなと思って。あうねー。あー、バカ！オッケー。打ちづれーな、なんか。あんたアンダーソロ本当苦手だね。うん。すげえ嫌だ。いやー、ファールになってくれよ。くそー。まあ球筋のあれで。うん。さあ、いきます。あー、確かこういう小学生の友達いたな、名前。159キロか。おー、クミさん出てるよ、クミさん。入ってるか、これも。あのサークルチェンジに俺どんだけ振り回されたか。ボールダメだったかな、今の。よく考えたら落差が30キロ以上あるんだよな。うおー、危ねえ。いやー、早かった。しかも超スローカーブに、スローカーブに至ってはもう50キロぐらい差がありますから。だ、ね、うん、相当打てないと思いますよ、ぶっちゃけ。おお、カットしますか。カットするよ。なるほど。ただね、うん、うか君の球筋は分かるんだよ。分かるんだ。投げるコースが際どいとこしか投げないから。あー、嫌なこと言われたなー。これあーおー、この分の早いな、うん、早いか遅いかなってね。結局ね、今対戦したのはクミさんだね。うん、あー、クミさんじゃねえ、今対戦してるのはリュウさんで。はい、ごめん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 。そうそうそう、あら、じゃ変えますか。だけどね、入れるの忘れてたわ、一人。おお、忘れたからいいや、また今度で。第9さあ、おお、危ねえ。ワンに帰ってきた、うか君。配球コースが分かるのは確か、あとは慣れるかどうか。わら、そっか、俺分かりやすいか。第3球を投げました。くっそ、きついな、ちょっと。まあ、このね、どんなに強くなっても、球に当たんなきゃいいんだよね。そうなんだよな。それは割とマジな話なんだよな。失敗した、あいつ入れてね。まだ2軍の方やったか。うん、単純配球。あー、ボール球だろ、今の。間違えたー。結局、あれですか、毎週土曜日しかウカラジリーグやってないの？いや、まあ、機会があれば、なんとか、いつでもやろうとは思ってますけど。いやいや、
うん、そういうことで言ったら例えば1週間に1回ぐらいしか対決ないわけだから、あーはい、うん、やっぱりこう考える、組み立てる時間とか考える時間とかっていうのあるんだろうねっていう。ああ、なるほどなるほど、うん、確かに少なくとも俺先週見てたチームとは違うと思うんだわ。うん、うかくのチームはまあ確かにだいぶ変わりましたね激しく今動揺、だからすごく動揺してやっぱ1点取られたわけですね、うん、もうそうでもしないと勝てないっていうのがもうあるので、どうしても。うん、でもまあこの人、先制すると調子乗るタイプだからだから、うん、なんとかちょっと抑えていくしかないですよね、こればっかりは。そうね。うお、危ねえ。うわー、ファウルか。うお、怖え。何をするかと思えば。あと個人的にちょっとお願いというか、希望なんですけど、はい、できればバッターボックス立ってるところ省略して、しない方がいいんじゃないの。あー、なるほど、わかりました。そうね、確かにそういうちょっとアニメーションは必要ですよね。5回だしね。うん、ついね、でもボタン押しちゃうんですよね、つい癖だー。あーあ、行ったな。いきます。はい、行きました。行ったね、これ行きましたすんごい甘い球でした、うん、くっそ確かに俺もここ数ヶ月ホームランなんて打ってないのに。それよりもクイムさん出しすぎだよだって絶好調だったんだもん。聖女です、聖女セイントクイムですよ。落ちます。はい、また遊び来てね。はい、クイムさん、クイムさん、セイントなんて勝手になんかこう格上げしてますって。そろそろあれだな。のっていうより、もうすでにクイムさん覚醒したから、その次のが思いつかなかったどうしようと思って。まあクイムさんはそんな聖女とか格上げしとった。お前クイムさんがあれだよ、お前喋りがうまくできなくなるじゃないか。お前それ言ったら、だってクイムさんのサムネは天使だよ。お嬢様言葉しか喋れなくなるぞお前ごめん、気にしなくていいからね。誰だ、カイユウスケ。なんかじいさんとなんか似てるな、雰囲気が。そうだね、うん、俺でもそろそろ今度はコンゴとか入れますよあーマジか。ネタに詰まったら今度はカンコレから出すわ今度こそヒット。なんでくっそ、なんでこれ変えないの。いや、まだ行きます。まあ、さっきまた行けますって打たれたんだろ。いや大丈夫、俺は信じる。それでももう1点で抑えればいいから、最悪。なるほど、まあ、いかにも見た目接戦っぽい感じにすればいい。もうこの際負けるにしても。見た目接戦っぽいって何だから1対0、1対0、5対0と1対0じゃさ、だいぶ違うじゃん雰囲気。まあね、うん、それですよ。まあなんかそれ負ける前提で言うのもよくないんだけどまあ逆に言えば、ここで次1番で、ね、ノーアウト1番に回したかったってありますかね。まあ明らかに後付け設定ですけど入ってるか俺。よし。いやでもね、ウカ君やっぱピッチングはだいぶ上手くなったと思うわ。あ、そうですか、うん、やっぱ揉まれてんだな俺、負けに負けて。揉まれてますよ。だって最初の頃なんかもう、うん、やけっぱちになった時直球しか出てこない、うん、バレたーそうだったうんうん、あの時から考えたら確かにちょっとずつ成長はしてるんですよ、うん、ただ成長したところでは周りにたどり着くかって微妙なラインなんですよ相変わらず。でも私にはたどり着いてるじゃない。なんとかじいさんにはね、確かに。ようやく点が取れ、あとはバッティングなんですよね。あー、フライか。うい。ゆっかりんがいる。ゆっかりんがいるってね。ゆっかりんいるよ。作ったよ。うん。反撃していこう。さあ。あんまロイド系の区別というか、なんかあんま分けてないんで、分かってないんだよな、自分自身。あ、でも、キャラクター雰囲気も出てますよ。なるほど。あっ、うん、パープルの。結構、似せてきてますからね、あれは。結構捨ててるから、なんとなく雰囲気わかるけど。うん。ズンちゃんの、あれのね。そうそうそう。長い髪のあれがなかったから。表現がね。そう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 。だいたい、ユカリンとか、なんだろう。ユカ君がそれっぽくなんかわかるようなこと言ってるけど、じゃあ変えよって話よね。そういうこと。なんでそんなことになるの？
別の動画見ただけだからあくまでもコメントとか使うんだってちゃんと買っとけよみたいな、それかね画像見ろ、なんでそんな俺ちょっと言っただけなんか言っただけで怒られなきゃいけないのよ。いいかな、投げたインコース低め直球は外れてもなんかやだな。あのなんだあっくそ、なんだっけ、コメビュー変えたんでしょ、変えたとか変えざるを得なかったに近いかな。そしたら言ったらその時にあのねゆかりさんですよね、確か声はなのかな、いやこれあ違ってるか、違う、これはボユミちゃんの中のちょっとあれをそのまま使ってる感じですね。うん、お打った、ヒット1本でも打ちたい、なんでヒットが出ない、やばい、ちょっとやけになってきそうだ、落ち着け落ち着け、いつも通りだからダメだよ、多分素直なんだね、なんでしょうかね、なんか俺やっぱバッティングが下手くそなんだよな、いろいろ下手くそなんだよな、下手くそじゃないよ、いい当たりすぎるんだよ、で綺麗に打とうとしてんじゃないの、もうちょっとだー、これは入ってないね、まあさすがに弾道低かったからカバーリングだね、あとはね、そういうこと、誰だ入浴してきた、ほーいトリックさんいらっしゃい、オッケー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 、やだな、あいつの配球読むか、うかくんがファースト投げてすぐホーム投げるのは僕のせいです。あーダメか、すごく警戒するから、うん、あーやばい、ついに来てしまったか、最終回、ああ最終回ね、しかも最終回ですね、ノーヒットやんけ、そうなんだよ、それが問題なんだよ今俺にとって、パーフェクト負けは未だかつてなかったから、ああいつでもいっちゃうんだね、せめてヒット1本でもあったんで、ゴンドゴンドいるんすか、あああのゴンドか、そうあのゴンド、あのゴンド、再現じゃなくて、これは一体何が OB ですね、まんま OB、まんま OB ですよこれ、マジかよ、ゴンド打てる気しねえよ。ゴンドゴンド、アメゴンド、アメアメゴンド、アメゴンドですよ、覚えてた俺、あーくそムカつく。ドロップカード、マジか、ここで OB 出すのか、あーもう、あーくそムダメだ、 OB 出た途端にちょっと俺もおかしくなってる今、先発リリーフ両方だからね、まさか OB 来るとは、ちなみにまあ、あんまり関係ないけど、デストラーで OB いません、私が作りました、そうなんですよね、ラジーさんは。あー、せめてヒット1本、あと、もう1人、うん、あと1人隠してるんだけど、長島清之もいるんですよ、これも OB いません、だから なんとかして作っ、とりあえずオリジナルで埋めてますよね、とりあえずは、で、翔太もいません、うん、高橋由子はいたから、と屋敷はいたから変えたんだけど、ここはよく選びました、いやうちだと大野さんで絶対入れたいもんね、うん、俺も入れたら古田入れたいですよ、めちゃくちゃ、じゃあ背番号27でやめれじゃん、だから入れちゃったらそもそもダメじゃないですか、俺の場合やっぱ俺全部オリジナルで決めてるんで、自分なりに、まあね、まあ、あくまでも自分で決めてるから周りに強制するつもりは一切ないんですけどね、うん、それだけリスナーいるからね、まあね、仕方がないというのはもう仕方がないっていう、まあでもどちらかというと俺入れちゃ人数が足りないんですよね、枠がどうしても1安打完封ですよ、どうしますか、ひどいざまだよ全く、もうちょっと練習しなきゃですよな、うん、逆に当たりが良すぎるってパターンがあるのかも、まあそれもあるかな、それもあるね、さあパチパチパチ言うてね、クイムさんでも1失点でね、はい、なんとか抑えて頑張ったんだけどね、うん、ちゃんとね、バッター陣打撃陣のせいでクイムさんは負けてしまったような感じですね、うん、まあそれは仕方ない、